ないと丁寧に。その辺から、裏返しで立てばいいやつ。いや、よかった。こういうシャンプーで返しても。こういう。めっちゃ不思議。あ、ちょっと。
こうこうでいいのかみたいな。今日はそれで全然。普通はお菓子食べてから、普段はお菓子まず食べて、あーそうか、でも結構ちょっと食べてちょっと飲んで、あ、こんな味やなっていう、なんか楽しみたい人が山ほどいる。山ほどいる。だからもうその飲み方で、だってビール飲む前に俺つまみ入れちゃったんですよ。そう、そういうこと。朝全部食べてから。そういうこと、そういうこと。朝全部食べてから。なぜまずお菓子を食べてからお茶をいただくかっていう流れになったかっていう、あのお菓子っていうのは解析の省略版ですから、あの、まあ、和菓子で、その重菓子っていうのは、茶解析の一番最後の方を少し食べていく。まあ、時間がないとか、まあ、1時間以内の茶席とか、あの薄茶席だけど濃い茶席だけどかっていうあれだったら、まあ、お茶飲むだけやったら、あの筋肉負担がかかるかもしれない。ちょっとだけ何か、まあ、解析代わりに出したいなっていう気持ちから生まれたもので、まずはお菓子をして、それを食べて、まあ、焦げを作っていくという感じで、その後お茶を飲む。